はい、どうも、アナハム物語のアナとハムちゃんです。今日はごめんなさい、突然カメラ回して。はい、何を撮るんですか。帰宅したばっかりですかね。今帰宅しました。ここでハムちゃんに謝らないといけんことがあって。何で怒る系ってか、もう怒っとると思う。っていうのが、俺響きひどいじゃん。響きに悩まされてます。俺最初さ、自分のいびきに対してクマみたいな面白いっていう、まあ、結構軽い気持ちで起きたんだよね。でも最近になって撮る時に毎晩ハムちゃんが俺のいびきに起こされて、わざわざ寝室から別の部屋で布団持ってって撮る姿を見て、うわこれやべえな。離婚の原因でいびきって結構トップ3ぐらいに入るんだよ、うん、あ、これガチだなと思って直さんにはこれハムちゃんに振られるわって思ったのそっからちょっと深刻になりだして、どうにかせんねえけんと思って、これから直すように努力していこうと思います。ということで今回は薬局で買ってきましたいびき対策をこちらです。まあ、これは前ハムちゃんが買ってきてくれて買ったんだけど、多少は治ったけどまだダメだったんで、今回はこちらのマウステープっていうのも追加で購入してきました。これダブルである。調べてこれ見つけたことあります。買おうか迷ったことある。でもなんかさすがに口塞ぐを使ってっていうのはかわいそうだなと思って。俺いびき替えとる時口開けとるやん、うん、それがまず第一の原因だと思うよね。やっぱ、ね、これで鼻の通気性を良くして、うん、そうそう、それで口を開かんように固定したら結構マシになるんじゃないかなと思って、うん、ボンツの人にも聞いて薬はちょっとなかったよね。やっぱ病院行くのが耳鼻科に行ってお医者さんに見てもらうのがいいですよって言われたんで、耳鼻科でもいいんだ、耳鼻科がいいって言われた。内科より耳鼻科にもお湯を行こうと思うんですけど、ちょっと忙しいんですぐ行けないんで、たちまちこれで改善します。耳鼻科セット併用するのいいかもしれない。ちなみにこの商品に似たこれより安くて大容量の貼るタイプのやつあるんですけど、安いからってそっち買ったら全然効かなかったんで、こっちがちょっと心配だね。なんか口元につけてたら嫌になりそうな気もするけど、どうなんじゃろうね。俺寝てしまえばにならんかなとは思うけど、無意識のうちにやっぱ外してるかもしれないし。そうやね、いびきのこと考えよったら離婚、なんか離婚逃げられたらどうしようとか思ってでもね、うん、睡眠はね大事だよね。いやね、睡眠大好きじゃん。この睡眠を妨害されるってさ、かなりの苦痛だと思うよね。まあ、こうやってねいびきしょうがないけど、うん、ちゃんと考えてくれる人でよかったなと思って、まあ、ということで今から試してみましょう。そうじゃね、まずはこの鼻のやつをやります。こうやって押さえて空気が通らなくなるの。ここ、ここからもこうするってことですね。あ、やっぱだいぶ通りがいい。口が封印されるこっから呼吸もできるしね。なんかそんな苦じゃないかも。よかった、素敵な快眠を。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。きっとハムちゃんは何年ぶりにこんな快適な睡眠が取れたんだろうっていうほどの朝を迎えられたんじゃないかなと思ってます。自分的にはどうでした。息かいてないなっていう感じで。あ、もうずっと口閉じとってちゃんと鼻呼吸しとるっていうのが分かっとったけ、 あ、これはもうついに治ったと思って。今寝れたじゃない。じゃあまず、いびきグッズをつける前のいびきをちょっけよ。わざとらしいね。これ真横で聞いてますから私。はい、本当申し訳ないの一言しか出てこないですで、ここからがね本題。昨晩まあでもさすがにあそこまではねないと思う。スースーかわいいいびき寝息ぐらいかなって感じ、うん。行くよ。うん。え？待って止めて。昨日じゃろこれ。これ昨日だよ。なんかあれじゃろ。豚になったよね。豚が寝とるみたいな。マジで。やばいですよ。これあれじゃろ、あのモッチーが寝とるところ動画撮ってくださいって送ってもらったんじゃない。違うよ、今日の1時46分。何回も起きました。今日もえ、マジか。でも最強のいびきやね。いや、あのダブルよ。だって口閉じとんよ
ねえ、このいびきかいてる時はまだ通ったったけんね。まあでも効果がないことはないんだね。音が変わるっていう意味で。ちょっと音が変わるよね。ボリュームは変わらんけどね。誰も求めてないけど、まあ、衰えんかなんか。やっぱ病院館に行けんね。わかりました。ちょっと僕ここで決意しました。病院に行って改善の見込みがあるまでは、今日からちょっと中泊で買っている寝袋で寝たいと思います。今日ちょっとやばそうだなっていう時はじゃあこれで。いや、いつもそうっす。私は鼻が詰まってない時ないんだ、ね、年がら年中、年がら年中鼻炎で、いろいろ怖い病気なのかもしれん。なんかいやでも本当に健康面とかもいびきって悪いっていう検査、がんの発症率も高くなるとかいう。マジで聞いたことあるけん、病院には行った方がいい。病院で早く愛するハムちゃんと一緒に寝れるように。まあこうやってね、いびきに悩まされてる人って多いと思うから、また耳鼻科とか行って中継化とかも動画に残せたらいいな。うん、どんな治療とかね、治るもんなんかっていうのも気になるし、俺思ったのは、いびき買い取る側っていうのは、一人暮らしとか、それになったら自分がまあいいやって思うんだったら別にかもしれないけど、奥さんとかは子供とかおるところとかね、どうしてもいびきで人に迷惑かけてしまうけ、ここはやっぱり自分を持って周りの人に聞いて、もし回答になったら何かしら対策とか病院とかした方が、自分のためにもあり、パートナーのためとか周りの人のためにもあり、ぜひ自分のいびきチェックしてみていかがでしょうか。今日はこの辺で終わりたいと思います。